これより第4クォーターに入ります。広島ホークス自陣40ヤードからセカンドダウン10。しました。はい、パスのフェイクという形でまず中央にランニングバック39番を投入しまして約3ヤードゲインに変えています。広島ホークスサーダウンセブンに状況変わります。ボールオン広島陣43ヤード、広島ホークスサーダウンセブン。ドロップバックからワイドシーバー10番にパス、これを10番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター見事キャッチしまして攻撃権更新果たしましたのは10番の才木です。関西大学出身のバイスキャプテンです。広島ホークス相手陣45ヤードからのファーストダウン10。ファースト、ラインアップ20番ハンドオフを受けました。左オープンに展開、スピードによって一気に攻撃権更新を果たしました。またこの時にレシーバー素晴らしいブロックを使用しまして、この走路を確保し攻撃権更新になっております。広島ホークスファースト、鮮やかなランを見せましたのは20番の玉山でした。京都教育大学出身です。敵陣35ヤードシーンファースト、広島ホークス相手陣35ヤードからのファースト打って、ランニングバック39番ハンドオフを受けまして右オープンに展開、スピードになって駆け上がり約8ヤードのゲインを果たしております。今度は39番の酒井でした。島根大学出身のプレイヤーでした。さあ再びランが好調に展開し始めている広島ホークス、ボールオンは相手陣27ヤードからのセカンドダウン2。ここでパスプレー、左に展開している17番にパスでしたが、このパスコントロール乱れサーダウンに変わります。広島ホークスサーダウン2、この距離をランによって突破を図りました。キャリア20番でしたが、しかしここに岡山ディフェンスフロント立ちはだかり、このランを阻止しております。見事タックルしましたのは岡山62番の溝口でした。大阪公立大学出身のプレイヤーです。さあ広島フォースダウン5の状況をどうするか、プレーします。フォースダウンギャンブル、さあ5ヤード突破なるでしょうか、岡山阻止できるでしょうか。パス不成功、ここで8番にパスを投じ攻撃権更新図りましたが、ディフェンスカバーつく、パス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。攻撃権変わりましてテイクオーバー、岡山スタンディングベアーズに変わります。岡山スタンディングベアーズ30代を1
ファースト。さあ攻撃権取り戻した岡山スタンディングベアーズ、ボールオン自陣30ヤードからのファーストダウン。テさあフルバック出ました、攻撃権更新、ファーストダウン。ここで再びカウンター的にフルバックにボールを持たせまして中央突破、3番一旦は倒れかけましたがここでセカンドフォードで伸び上がり、見事攻撃権更新になっております。岡山スタンディングベアーズファースナー、攻撃権更新を果たしましたのは3番の佐藤でした。一橋大学出身のプレイヤーです。岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。このプレーは阻止します。再びフルバックのランプレーにより状況打開図らんというところでしたが、今度は広島対応しましてこのラン阻止し1ヤードロスに変えております。見事に仕留めましたのは広島ホークス13番の上田でした。島根大学出身のプレーヤーです。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン11。ナイスラン、ファースト。ここでテイルバックにボールを託しました。48番ハンドオフから絶妙のカットを切って右を2袋突破、攻撃権更新しまして、再び1回の攻撃を取ることに成功しています。岡山スタンディングベアーズファースト。48番中山の素晴らしいランでした。岡山大学出身です。さあ強みであるランプレーが徐々に出始めている岡山、相手陣48ヤードからのファーストダウン10。パス不成功、ナイスリフレクト。ここでクォーターバック右に流れてパスを投じましたが、これを広島4番がパスカット、パスリフレクトしまして不成功に変えています。見事に叩き落としましたのは4番のウェアでした。明治大学出身のバイスキャプテンです。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10。さあフルバックのランプレー、キャリア3番の突破にかけました。ディフェンス集まりましたが、しかしそれを過ぎ抜け約3ヤードのゲインを奪っています。さあ中への鎖を打ち続けます岡山、突破口なるでしょうか。サーダウン7の状況、パス不成功。ここで右に展開していた80番にパスを投じましたが、しかしパスがわずかに低くキャッチ確保できませんでした。パス不成功でフォースダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズフォースダウン7、フォーメーション組みました、フォースダウンギャンブル。パス不成功。クォーターバック13番スリップしながらなんとか展開しパスを投じましたが、しかしレシーバーに届かず4回目の攻撃失敗という形になり、テイクオーバー攻守変わりまして広島ホークスに攻撃権変わります。広島ホークス自陣45ヤード地点よりパスダウン10。攻守変わりまして広島ホークス自陣45ヤードからのファーストダウン10。
岡山ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しまして39番の突破を狙いましたが、しかしそこに岡山ディフェンス陣に立ちはだかり、62番仕留めまして1ヤードロスに変えております。見事対応しましたのは岡山62番溝口です。大阪公立大学出身。広島ホークスセカンダウン、セカンダウン12に転生します。中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これも岡山立ちはだかります。このランプレーを62番92番が立ちはだかって1ヤードのゲインにとどめております。97番は石橋です。福岡大学出身。広島ホークスサーダウン11。ここでランニングバックにトスし、右オープン展開を図らせましたが、ここに広島ディフェ、岡山ディフェンス陣群がりまして、このランを阻止してフォースダウンに変えます。素晴らしいチャージをかけましたのは、99番の大池のようです。大阪市立大学出身のプレイヤーがここで見せました。広島ホークスフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。このパントは風に押し戻される形になりまして、岡山陣の40ヤード付近で外へ出て攻守交代となります。攻撃権変わりまして、岡山スタンディングベアーズに攻撃権変わります。岡山スタンディングベアーズ自陣40ヤードからのファーストアウト。成功。まず中央を切り込んできたレシーバーにパスを通しまして攻撃、約7ヤードほどゲインとなっております。さあセカンドダウン3、岡山攻撃継続しております。時計回ります。パス成功。今度は左の80番にパスを通じましたが、わずかにパスが届かず不成功でサーダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズサーダウン3。わずかに届いていない。フォースダウン残り1ヤードありませんがフォースダウンとなります。さあフォースダウン1の状況、状況的にプレーは行うと思います。さあ決まるでしょうか。フォースダウンギャブル。ここであえて奥に行く81番にパスを投じましたが、ディフェンス群がりましてパスコース防ぎ、パス不成功になっています。4回目の攻撃失敗したので攻撃権変わりまして広島に変わります。
ここで2ミニツウォーニングに入ります。さあ、2ミニツウォーニング解けまして、広島の攻撃で試合再開となります。ボールオンハーフウェイから広島ホークスファーストダウン10。中央へのランプレーですが、これは岡山が立ちはだかります。終点のランプレーをしかし66番が立ちはだかりまして、このラン阻止しました。66番は佐藤、関西大学出身のプレーヤーです。ここで岡山が後半1回目のタイムアウトを使います。岡山は次の攻撃の機会を得んと、ここでタイムアウトを行しました。時間をできる限り経過させず、なんとか攻撃権取り返さんという選択をしています。その意味でもこの攻撃シリーズを何としてもこれで止めておきたいところですが、さあ、あと3回あります広島の攻撃を食い止めることができるでしょうか。タイムアウトを受けまして試合再開、広島ホークスセカンドダウン10。このランも止まった。今度は右サイドに振って突破を図るとしましたが、これも岡山食い止めまして、このラン阻止しサードに変えます。ここで岡山2つ目のタイムアウトを行します。岡山ここで勝負かけました。タイムアウト2つ使いました。次のプレーを食い止めることができましたら、ここで再び得点を狙うチャンスは残ります。広島はこれを突破できるでしょうか。広島ホークスサランテ、ここでパスによって突破図らんというところ、しかしこれは岡山は見事にカバーしまして、パス不成功に変えます。オースアウトに変わります。前パス失敗ですので時計は止まっております。広島フォースダウン10、パントフォーメーションを取ります。
んとか、岡山カバーしまして岡山自陣30ヤード付近からの攻撃を終えます。攻撃権変わりまして岡山スタンディングベアーズに攻撃移ります。張本様メッセージありがとうございます。総督勢頑張れというメッセージ、広島の地元、アメリカンフットボールであります総督の選手も含まれていると思います。彼らの奮闘にもやはり期待が集まっている、そのような視線になります。広島ホークス、失礼しました、岡山スタンディングベアーズファーストダウン10。パス不成功、クォーターバックスナップするボールを落としましたが、しかし拾いまして右に流れパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありパス不成功となっています。ダウンインジケーター誤りありましたが、先ほどはファーストダウン10の状況でした。パス失敗でセカンドダウン10に変わります。岡山スタンディングベアーズセカンドダウン10、試合時間残り1分24秒。不成功、クォーターバックプレッシャーかわして27番でしょうか、パスを投じましたがこのパスは通らず不成功でサードダウンに変わります。アイオイは本来はクォーターバックではなくワイドレシーバーのポジションの選手です。チーム事情からおそらくこの試合はクォーターバックとして投入されていると思われます。本職でないという辛さがここで厳しさを増しますが、しかし果敢に攻撃を展開しています。岡山スタンディングベアーズサードダウン10、キュービーサックです。ここでクォーターバックなんとか踏ん張らんと右に流れましたが、しかしこれを4番がキュービーサックしまして仕留められフォースダウンで変わります。岡山はここで最後のタイムアウトを行使します。岡山は非常に厳しい状況になりました。すべてのタイムアウトを使いましてフォースダウン10に挑みます。岡山スタンディングベアーズフォースダウン10、クォーターバック13番なんとか状況打開線と右に流れてパスを投じましたが、しかしこのパスはアウトバーンズ、外へ流れましてパス不成功、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代になります。攻撃権変わりまして広島ホークスに攻撃変わります。広島ホークス相手陣30ヤードからのファーストダウン10。残り時間58秒、どうやら攻めに回るようです。さあランニングアップ20番にハンドオフ、左オープン展開し約1ヤードのゲインです。広島ホークスセカンドダウンライン、
39番フレアパスをキャッチアンドラン、タックルをかいくぐり約、6ヤード近いゲインを奪っています。外へ出ましたので時計止まっている模様です。東日本ホークスサーダン4、試合時間残り6秒。これは岡山外へ押し出しました。しかし出た時点でどうやら時間が残っていた模様です。残り時間2秒残っていた模様です。さあフォースダウンとなります。ここで審判団、先ほどのプレー終了状況を再確認しております。刑事に誤りましたが、試合時間すべてが消化されているという状況が確認されました。従いましてここで試合終了となります。試合終了となりまして広島ホークス13点、岡山スタンディングベース0点で広島ホークスの勝利となりました。岡山スタンディングベースの試合はご覧いただきましたように13対0で広島ホークスが勝利しました。熱戦の戦いにいた両チームに対して大きな勝利をお願いします。広島ホークス X2 初勝利となりました。広島ホークス X2 昇格、1年目は苦しいシーズンですがついに白星上げ、初勝利を挙げる形になりました。ナイスゲームでした。対して岡山スタンディングベアーズ、惜しくもこの試合も逃しまして結果的にリーグ戦を全て黒星という形を終える形になりました。久方ぶりの X2 昇格、なんとかその中において京都を作りたいという一戦ではありましたが、しかし残念ながらこの試合はかなわず、結果的にはリーグ戦は全敗という形に終える形になります。この後、それぞれの両ブロックの順位戦が行われますが、この両ブロックの最下位のチームが結果的には入れ替え戦に向かう形になります。その意味では岡山はまだ入れ替え戦の出場は決まったわけではありません。なんとか奮起しまして、入れ替え戦回避を願いたいものではあります。そして広島はついに X2 での白星を挙げる形になりました。スポンサーがなかなか獲得厳しいという状況の中、しかし粘り強くこの広島の地でアメリカンフットボール邁進しておりましたチーム、ついにこの試合で白星を挙げる形に至りました。記念すべき1日、記念すべき一戦となりましたこと、非常に嬉しく思います。両チームこの広島の地での熱戦、非常に見応えある一戦、ありがとうございました。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。
いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはムドンナが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかった世界の、この世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記載される物語となったでしょうか。この物語はまだこれからも続きます。その続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボールの許可をいただき、 X2 ウエスト X3 日本西日本の合同企画にのっとって実施させていただきました。その実況と配信をさせていただきましたのは私ローラペアチアでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。